オニコニクテリスは、新生代指針予初期の約5250万年前に生息したコウモリ木の絶滅した属で、基地では最古のものの一つ。同時代のイカロニクテリスよりも祖先的な形態を持ち、他の哺乳類とのミッシングリンクとされる。哺乳孔からコウモリ木に属する。学名は、爪の生えたコウモリを意味する。復元図長く伸びた前足の指や肩帯。 胸郭の構造などからも原生種と同様に翼を持ち、飛翔は可能であったと推定されている。しかし、前肢の指すべてに爪を持ち、また、原生群に比べて前肢が短く、後足が長いなど、祖先的な特徴を持っていた。この詩の長さの比率は、原生群とトナガザルなど前足を主に使用して、樹上を移動する、哺乳類との中間であるという。このことから、 コウモリの祖先は、樹状性の哺乳類であったのではないかと推定される。オニコニクエルスの翼は、オナガコウモリに似て、翼端部が小さく、アスペクト品も小さい。おそらく、彼らは、オナガコウモリなどと同様、羽ばたきの合間に短い滑空をする、滑空羽ばたき飛翔と呼ばれる飛び方をしていたのではないかとされる。また、このコウモリの祖先的形態を示す。 もう一つの特徴としては、エコロケーション能力の欠如が挙げられる。このコウモリの下牛や土骨の突起が小さいなど、内時にエコロケーションに関連した特殊化はしていなかった。このことは、コウモリの進化においては、飛翔が先行し、次いでエコロケーション能力を獲得したことを示している。おそらくこの両者が揃ったことで、コウモリは多彩な適応放散を遂げたのであろう。 またこの発見により、コウモリの進化において長年続いていた飛翔とエコロケーションがどちらが先行したのかという謎が解明されることとなった。この生物の化石は2003年にアメリカ合衆国ワイオミング州のグリーンデバール類層から発見されている。また、同時代に生息したコウモリ、イカロニクテリスも同様にこの地層から発見された。ネイチャー、ありがとうございます。